こんばんは、ヒゲです。では、ボーダーランズ2、いや、撃ってもらいたいものがたくさんあってね、ぜひとも君に頼みたいんだ。はい。精錬編、続きやっていきます。私の帽子はどう思う？これは紳士の帽子なのだ。しかし、何かが足りない気がする。アクセントとして、グリーモングの毛皮をあしらうといいかもしれん。グリーモングの毛皮は素手でむしらねばならん。というわけで、銃でブリーモングを弱らせて拳でとどめを刺してきてくれ。了解。まだね、レベル5になるまではアクションスキルが使えないんで、本当ここまではね、誰でやっても一緒なんですけども、これからだね。一応ウェイポイントはここら辺がを示してますけども、実際にブリーモング、どこのブリーモングを倒してもこの、ミッションはクリア、まあ大体どの、サイドミッションでもどこのやつを倒してもこういう何を拾うとか何をする系のやつなんで、この先の方に行きましょう。こっちの方がいっぱい一応ブリーモングいるんで。でブリーモングを弱らせたな。それでは近接攻撃でとどめだ。当たりませんが、見事な一撃だった。それでは毛皮を頼む。帽子の形になるのはもちろんだが、私の念願のための資料にも大丈夫だな。あ、やばいやばいやばい。あれ今のちょっと待って、これセカンドウィンドウ、本作のセカンドウィンドウは、ヘイシリータイマーセット、時間を指定してください。20分。すみません、おっしゃったことが分かりませんでした。時間を指定してください。20分。はい、タイマーを20分にセットしました。はい。ダメージ、受けるダメージはでかいな。危ねえ。すいません、そんな余裕がなかったです。戻ってきたよ。立派な毛皮だな。差し支えなければもう何匹分か頼む。この辺に落としたよね、俺ね。やだ。聞くところによると、グランプトランプもブリーモングの毛皮を欲しがっているそうだな。やつのことだ。どうしてもお控えにする気だろう。よし、それじゃ条件を言おう。ハバロックがスナイパーライフルを出すとして、ちゃんちゃらおかしいです。私を譲ってくれれば、ベアボーにすごいショットガンを差し上げます。一度俺のボートハンターからかっぱらいました。まだ刺繍が染みついてます。ああ。遠のくな遠のくな遠のくな。あ、
恐れることなく死んでください。いつでも生き返れるわけじゃなくて、これこのまあ何度かね、再生じゃないけど、なんだあれでこの言ってたけども、実際はこう生き返れるんじゃなくて、デジタル再生したこう体クローンらしいからね。全部クローンはやっぱり魂、違う魂が入るんでしょ。まあ魂の概念が実際にこう解明しきれないから何とも言えないんだろうけど、これはいらないかな。だとすると別にクローンでも死なないってことにはならないじゃん。それってなんだ、いろんな漫画とかなんかでも出てくるけども、なんていうのかな、クローンを作っておいて、そこにこの自分の記憶をまあ植え付ける、転送まあダウンロードアップロード、こう植え付ける側からすればアップロードで、こうやれる側からしたらダウンロードかもしれないけども、それやっても魂違うから死ぬ側は結局死ぬよね。別に不死ってわけじゃないよね。なんかその辺がこういつも釈然とはしないんだけども、まあこれクリアしたらレベル5になるかな。あれどういった、はい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 、一回クラップトラップにあれしよっか。これでモヒカンができます。できた。ああ、氷河地帯の死体から得た品々を渡すために完了報告させてよ。私をいたぶらない。もっとも彼は約束を守りませんでしたが、でもそれも今日限りです。フリントを倒して船を取り戻し、サンクチュアリへ旅立つのです。待てい、こっちに行きましょう。てめえらはボンボンに吹っ飛ばされてぶっ殺されて、俺らはジャックからたんまり賞金をもらうってことに決まってんだよ。骨は俺がちゃんと拾ってやるから、大船に乗ったつもりで死にな。はい、それは分かりました。結局ソウルできないか。はい、次のミッションをください。見てもらいたいものがたくさんあってね、ぜひとも君に頼みたいんだ。了解しました。フリーモングに背負われたミジェットと戦う気はないかね。もしその気があるならサザンシェルフに出向いてミッチモングを倒してくれ。これ取っとこうかな。まあまあ一旦これでいいか。まあいいか。では一旦ここで、終了しましょうか。ご視聴ありがとうございました。ヒウエでした。バイバイ。